NPO 法人大野の風です。 NPO 法人大野の風では地域の元気のもといっぱい作っています。活動の一つに永吉寺川の自然を守る会っていうのがございます。その永吉寺いいとも隊の中にやはり3つあります。その中の一つが自然観察をしながら自然とともに永吉寺川の素晴らしい環境を学ぼうということで、この野遊びの会を計画をしています。企画の中身そしてプログラムについてはね、広島工業大学の福田ゼミの学生たちが自主的に企画をしています。福田ゼミで地域を学習の場にということを目的として企画を行っています。子どもたちを対象として活動しますので、危なくないようにだとか大野の自然と遊びをどう結びつけるかとか考えることは大変ですが、この活動を通して子どもたちに自然の大切さ、またその中で遊ぶ楽しさを学んでもらいたいと思っています。本日のスケジュールは、水鉄砲とゴム鉄砲を午前中に作り、午後から、タコ揚げのタコを作ります。そして午後からは全て作ったものを外に持ち出してみんなで遊びたいと思っています。まあ、私は建築工学科で教えておりまして、その前世は建築を学んでいます。建築は人が生活する場所を作る、まあ、仕事を将来的にやるんですが、その生活っていうものがやはり地域にリアルな生活があるというふうに考えておりまして、でその考え方からなるだけ学生たちが地域に出ていって、地域の人とともに何かを一緒に考えるということをゼミの基本的なスタイルとしております。そうですね、もうだいぶ前になるんですけどね、もう10年ぐらい前ですね、福田先生とこへ、ね、町づくりのことでご相談に来まして、で先生の考え方やら先生のお話を聞いててね、町のやりくりはみんなでやろう、みんなでやらないかんって言われたんですね。町のやりくりっていうのがいわゆる共同の町づくりっていうのに僕はぴったり一致したんですね。そのうちで先生ご自身もね含めてゼミの学生さんもみんな一緒に参加できるような、まあ、プログラムを作っていって、その一番の眼目になったのが、その町の元気は町の方の魅力探しからっていうことで魅力発見事業っていうのをやりだしたんですね。永吉寺いいとも隊のこの野遊びの会も誰もが歩けなかった状態を、ボランティアで草刈りを始めた。楽しくその安全に歩けるように整備しようじゃないかと。そしたら野鳥からいろんな生き物からいろんなものがそのところにおるのが見つかって、自然観察クラブっていうのを作ろうかっていう話をゼミの学生に相談したら、自然遊びしようじゃないかっていうことで始まって野遊びの会が生まれたと。そんなような関係でね、こう一番最初は先生に相談できた。でそれからは、まあ、それを形にしていくとっていうのが今ですね。そういう感じになりましたね。ここ近年は学生たちが、まあ、野遊びというテーマをいただいて、彼らがこう遊びの内容を考えながら大野の場所を使った遊びというのを、やっているんですけども、まあ、それ以前はこう一緒に遊歩道を作る活動だとか、まあ、一緒に山を登ったりとかいろんなことを、まあ、一緒に汗かいてきた感じです。まちづくりの手伝いというのを、まあ、いろんなところでさせていただいているんですが、どうしてもまちづくりってこうある偏った世代がやっていることが多いんですね。ある一つのグループがやっているというところで、まあ、年配の方々とか、あるいは、まあ、お母さんならお母さんだけのグループになりがちなんですが、できるだけいろんな世代とか背景の人たちが一緒にであることっていうのがすごく大事だと思ってまして、まあ、大野の風も中学校だとか小学校だとかに働きかけるってことをされてますけども、そういう普段の生活ではなかなか混じらない人たちが混じるようなことができていったらいいなと思っております。なんか自分も小さい頃こういうの作って遊んだんで、なんか懐かしい感じです。あ、楽しいです。はい、今日は楽しいです。すごい楽しかったね。はい、いい経験をさせていただきました。ありがとうございます。来てよかった。そうですね、今まであんまりこういう機会がなかなかないので、参加させてもらってよかったと思いました。あと、ゼミのお兄ちゃんがすごいいい子たちで、どうやったらそんな風に育つのかなと思って。
今日参加されてる方ともちょっと一緒にお弁当食べてお話ししてたんですけど、まあ、また定期的に1年に1回じゃなくてこういった機会があればいいねっていうことを話してました。思い出のところに書いてみたいです。自然もですし、あとこの地域の方がこう良くしてくださってすごく嬉しいです。お兄ちゃんたちとねちょっと話することもなかなかないから、親とは違うちょっと上の特に男の子にとってはお兄ちゃんという存在すごくいいと思うので、またお願いしたいと思います。勉強になったことっていうのは、まあ、その自分たちで段取りをするっていうので、まあ、その計画性が身についたかなと思います。はい、小さな子供たちと、まあ、こんなに触れ合う機会も少ないんで、はい、楽しい、いい機会だと思います。この非営利団体ってことで、まあ、その無償で地域の人に貢献するっていう、その社会貢献してるっていう姿を見ているととてもやりがいのある活動だなと思います。坂さん見ていても主体的に行動されているところとかを見ると学ぶことばかりで真似をしないといけないなっていう思いはあります。まあ、学生たちはまあこういう地域活動に参加する中で、まあ、問題解決する力だとか人いろんな人と話をする力って身につけていくんですけども、その中でまあ実際には実社会に出て、まあ、建築の仕事をして働いていくと思います。でそのとこの仕事でもその能力が生かされる場が多々あると思うんですが、自分が仕事をして親になって子供が生まれて自分も家庭を築いた時に、やはり我が子たちにこういう地域とつながることの大事さをこう親としてまた伝えていってくれたら非常にありがたいなと思っています。福田ゼミとの関わりの中で言えば、学生さんがアイデアを出していただいて自分たちが主体的にこんなようなことをしたいということになれば、地域を学習の場にって先生が言っておられるんで、NPO 法人鬼の風としてはそういうことが、具体化できる具現化できるような場としてね、活動できる場を提供したり、そんな形の関係づくりができたらいいかなと思っていますね。